市の皆さん、こんにちは。本日は郡司スポーツが提供する簡単にできるトレーニングをご紹介していきます。筋力トレーニングと有酸素運動を交互に行い、20秒トレーニング、10秒休憩で1セットのサーキットトレーニングを行っていきます。サーキットトレーニングは、すべてのトレーニングの動きを全力でするのではなく、きついけど続けられるなという強度で頑張っていきましょう。はい、ではまずはお腹を鍛えていきます。プランクというトレーニングです。四つん這いの姿勢になっていただいて、肘を肩の下にセットしていきます。この姿勢のまま足をまっすぐ伸ばして、頭から足は一直線で姿勢を作っていきましょう。ここから20秒スタート。10秒、5秒、3、2、1。はい、お疲れ様です。ゆっくり起き上がっていきましょう。10秒休憩していきます。3、次は有酸素運動です。太ももを上げていきます。大きく動いていきましょう。腕を振って太ももは床と平行になるぐらいまで頑張って上げていきます。これでは強度が高い方はしっかり太ももを上げて走っていきましょう。5、4、3、2、1。次は足のトレーニングをしていきます。スクワットというトレーニングです。まず足を肩幅に開いていきます。膝とつま先はまっすぐ同じ方向を向けてください。そのまま手をまっすぐ前にしてお尻を下げていきます。ではここから20秒スタートしていきましょう。ゆっくり下げながら呼吸を止めずお尻を下げていきます。10秒経過。太ももが床と平行になるくらいまで下げていきましょう。5秒、3、2、1。はい、では休憩10秒行っていきましょう。次は有酸素運動です。ツイストジャンプを行っていきます。下半身はくっつけたまま、そのまま腰をひねっていきます。上半身を固定させて腕をしっかり振っていきましょう。大きく速くがコツです。では20秒頑張りましょう。顔は正面を向けたまま、10秒経過、残り5秒、3、2、1。はい、お疲れ様です。では10秒休憩していきましょう。次はお尻のトレーニングです。ランジアップを行っていきます。まずは足を前後に開いていきましょう。そのまま腰を落として、後ろの足と前の太ももが床と平行になることを目指して頑張っていきましょう。では20秒トレーニングです。反対の足もチェンジさせてゆっくり交互に行っていきます。10秒経過、5秒、3、2、1。はい、では10秒休憩していきましょう。次が最後のトレーニングです。有酸素運動を行います。マウンテンクライマーというトレーニングを行っていきましょう。四つん這いの姿勢になって、次は手のひらを肩の下にセットしていきます。このまま足を後ろに伸ばして太ももを上げていきます。
では20秒頑張っていきましょう。きついですか？頑張って足をしっかり大きく動かしていきましょう。10秒経過。5秒。3、2、1。はい、お疲れ様でした。皆さんきつかったと思いますが、これでトレーニングは終わりになります。今回行ったトレーニングは1セットですので、無理せず2セット、3セットと徐々に増やして頑張ってみてください。そして強度が足りないなと思う方は、早く大きく有酸素運動で動いてみてください。そしてトレーニングを行うことで筋肉量が増え、基礎代謝が上がります。基礎代謝が上がることによって、太りにくく痩せやすい体を作り上げることができますので、皆さんこれを機に頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。